戦国時代のとか、まあ、江戸時代のなんかその辺の裏話みたいなのをやろうとしたんですけど、ちょっと話がすごい脱線しちゃって、はい、用意してきたのを多分話してないんで、はい、なんかあればこの本田忠勝が、うん、実は楽天カードマンの人の、ああ、が子孫だという話があったんですけど、はい、はい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 、そうですね、もう結構ね、うん、あんまりよく知らなかったんですけど、あの戦国、あの岐阜公園行ったら、ね、岐阜城行ったら、ほう、旗が立ってたんで、本田忠勝さんの、はいはいはい、織田信長とかいろいろとその並んで、はい、そうそう、結構有名な方なんですね。まあ表の歴史はあんま知らないだし、裏は詳しいんですけど、はい。まあメジャー、メジャーですよね。ゲームのキャラクターになったりね、してるし、うん。なるほどなるほど。多分日本戦国時代でナンバーワンクラス、現場で戦った。あ、そうなんだ。あんまりあの戦闘立って戦わないから、普通大将っていうのは、うんうん、一騎打ちとかやるんすよ、本田忠勝は。ああ。自らだから、そういった意味ではもう最強かなと思う、僕。あ、まあデータでしかないから、実際で僕は見たわけじゃないから分からんけど、そうですね、記録みたいな感じでは、うん。まあ一説によると織田信長はすごい逃げ足が速かったっていう。信長はどちらかというと戦術型だもんで、うん、まあ、大将がね、食い取られちゃったらいけないから、うん、そうそう、普通前に出ないんだけど、うん、まあ、サッカーと一緒で、うん、ねえ、まあ、サッカーとほぼ一緒だからね、うん、戦国時代の戦い方は、うん、あの陣形でやっていくもんで、だからある意味、うん、ちょっと日本人にが好むスポーツなのかな、サッカーとかっていうのは。やっぱり、あ、多分昔からそういう意味で言うと、うん、陣形がかなりあの重要視だから、うん、あの戦い方によってあの陣形を組み替えるもんで。ああ、うん、なんか野球は、うん、そのバットとか振るっていうのはなんかその剣術に通ずるのかなっていうのはあるんですけど、うん、あ、でも守備でも陣形があるから。ああ、なるほど、うん、なんかピッチャーのこう投げるのもこうなんか剣道のなんかこういうのに通ずるか、うん、これいや、こうやってやるもんね。そっか、それで投げるとき、うん、で剣道もこうやってやるじゃない、やるもんね。なんかそういう動きとかはなんか日本人的な動きはあるのかなとは思ったりはするんだけど。そうですね、うん、うん、ただサッカー今回ね、まあ、ほんと悔しいですね。ちょっとね、勝てる試合だったからね。うん、本田圭佑とかの時も、うん、あれでしたよね。あの、PK で負けませんでした。コマンノさん、外して。まあ、そうですね。2010年ぐらい。うん、まあ、PK はね、うん、明らかにね、実力差は、まあ、出てたんだけど、その PK までに行くまでには、一応先制点取ってるし、うんうんうん、あのもうね、名前入れちゃうとまああれだけど、浅野がね、前田に帰って浅野を出しちゃったのがね、いかんかったなってね、まあ、結果論だけど、ちょっと見てないんで、うん、あれなんですけど、 PK ちょっと、うん、PK の時にちょっと向かって始めちゃったんで、うん、私、ああ、うん、PK はね、サッカー、ちょっと寝ちゃったし、そうそうそうPK はあまりね、そう、しょうが、ある意味あのサッカーとはまた別の競技になるもんで、うん、それまでの本当のサッカー、そうだよね、うん、そう、PK はもう関係ないと思って、ある意味その勝敗だけのためのものだったんで、うん、そうそうそう、あの僕、私って思うんですけど、うんうん、芸人ってやってることって、うん、これなんか YouTube かな、喋ったんですけど、うん、P
PK に近いなと思ってて、あでなんかバラエティは試合に近いなと思って、というのは ネタが PK に近いなと思った。あなんかそのシュートをなんていうかなその入れるっていうかな、なんかあなんかその、うん、そういうお客さんがキーパーだとすると、うん、なんかうんいかに読まれないように打ち込むかみたいな、なんかそういうのが、うん、感覚があるんだけど、そうそう読み合いになってくるんだよね、あの一瞬の間のね、蹴る前のね、あそこでね、あの3人外した3人はねやらなかったんで、それをキーパーに対して、キーパー取るの基本的にあの人うまかったんで、あの相手側がじゃあ取られるんだったらどうするかってことを考えると、フェイント入れなきゃいけないんだよ蹴る前に、少しぐもうちょっともうちょっと多分少しは入れたかもしれないけど、ほぼ入ってないレベルで蹴ってたから、それじゃあ取られるよってなるんだよね。うん、もう言うのは、うん、芸人以外の人はそれを PK の練習をしてないから、うん、面白い人はいるんだけど、うん、あのボール蹴るのは上手いんだけど、うん、こうどこがゴールか分からずに蹴ってるっていう感じになるっていうかね、あーその、うん、3トークになった時に、うん、あのまあ俺らも、まあ、そんな大しあのねえ偉そうなこと言えないんだけど、うん、あの、うん、僕となんかそういう感じはするんだよね。そうそう、僕と選手さんがもし2トップで出たらサッカーで、はいはい、全くパス届かないですもんね、もう本当に試合中どういうこと？パスがボールにってこと？パスがあのあパスが僕が放ったパスが選手さんに全く届かないし、選手さんのパスも僕が受け取れないんですよ。マジ？うん。全然拾ってない。キャッチボールだ、野球やりだったらキャッチボールだとしたら全くキャッチボールになってないんですよ。うん。あ、本当？うん。あの、あれ？うん。もうだからもう投げる一方っていうか。いきなりうん。シュート打ってるかみたいな感じ。シュートも打ってないか。だパスに渡そうとしても全く受け取らないっていうかね、お互いが、うん、そう、うん、一応でも話題は続いてるってことは一応パスし合ってるんじゃない？あの多分、うん、スルーパスだったりとか例えばなっちゃってるっていうかね、うん、違う方向行っちゃってるとか、うん、トラップしてないとか例えば、うん、そうか、うんなんかダウンタウンとかは、うん、なんかあの、まあ、昔まだその大阪でやってる時は、うん、一応ダウンタウンだけで成立してるんだけど、ラジオ番組やってって、うん、だけどなんかちょっと詰まった時っていうか、まあその詰まった時に、うんのためになんか今田さんとかが横にいたりとかしたらしい、うん、そういう流れというか、うん、ちょっとパス出せる、そうなんか香港さんいらんかったかなあの時、あんまり、あ、ごっつい感じの話、うん、なんか あ、そうかな、なんかね、一人なんか、うん、ちょっと浮いてたかなって、なんかお笑いの実力の差がつきすぎちゃって、センスがちょっと違うからね、ちょっと、うん、差がついちゃってって他と、うん、まあ一人違う人がいてもいいかなっていう感じがするけどね、それはなんかねついていけなかったんだよね、うん、多分香港さんは、ああ、うん、僕の中だけは、うん、だと、あ、そうですか、うん、僕あの結構あのメンバーって結構その吉本新喜劇に出てたのね、その前に、あの要はね、ダウンタウンがすごい大阪で売れて、うん、東京でごっつええ感じを始めるまでにちょっとインターバルがあるのね、うん、ああの東京進出してまだ爆発するまでに、うん、その間
いや大阪で一緒にやってる時は今田東野さん130R さん一緒にやってるんだけど、うん、まあそのダウンタウンが東京行ってからうっちゃんなんちゃんと絡んだりとかして、うん、行ったりしてたんで、その間ちょっとなんていうの暇になる時期があって、うん、その時に吉本新喜劇に出てた、うん、あでその時すごい面白かったで、うん、でそれを見てて、うん、で倉野さんとかも出てたから、うん、その倉野さんの要は、うん、本郷さんとかも、うん、そういう意味では、ま、その時のは結構面白かったっていうか、なんかあの欠かせないメンバーだったのかな、やっぱ日本代表戦クラスになっちゃうと、うん、なんか例えばバックパスが多くなっちゃったりとか香港さんの場合、ああ、うん、例えば、うん、ああいうポジションっているなと、例えば法政さんとか、うん、ガキの使いでいう法政さんとか、うん、内村プロデュースでいうと、うん、深川さんとか深川亮さんとか、あとは、まあ、ああいう狩野英孝さんみたいなポジションみたいなのはいるかなと思ってて、うん、あ全然そのクラスに達してない、あっ倉野さんもは香港さんはそこまでいってない、絶対センさん、センさん入れる僕だったら香港さんじゃなくてセンさんを入れる、うん、もうその時代から、若い、多分センさん何歳か分からんかったけど、その多分10代ぐらいだと思うんだけど、その頃そうだね、ゴッツの頃、ゴッツ見てた時は多分僕だったらその10代のセンさんを入れる、うん、あのね、うん、一、うん、つパターンとしてはあるわけです、その深川亮さんとか、うん、あの法政さんのあの透かしみたいなのがあるわけだよね、ちょっとね、あそうそう、ちゃんと、ね、あれはあれでスルーっていうかね、あるんです、うん、あの滑り笑いっていうね、うん、ジャンルが、うん、香港さんは滑ってもないし、ちょっとなんかただ見た目がちょっと見た目で面白いっていうのはもうその時代から通用してないもんで、うん、まあ、ベターな感じ、うん、あのその 130R のコンビネーションとしてはいいかなと思ってるんですね、うん、あのコンビネーション全く取れてない、板尾さんと、うん、取れてない、うん、あそうか、多分はたから見たらこの2人コンビなのかなと思っちゃうぐらい、むしろあーはーはーはー、うん、まあ俺はなんかネタとかは見たことあるんで、うん、パワーなんていうのそういうキャラクターのバランスは取れてるかなと思うんだけど、うん、だからそこを子供ながら見とって小学校だったけど、うん、だ悔しかったんだよな、すごく、あの倉野、なんで倉野さんこんなに出てくるんだと思って、他の人入れた方がもっとベストメンバーになれたんじゃないかってずっと思ってて、まあまあどうなんでしょうね、まあ、あれはアクセントでよかったんだと思うんですけど、板尾さんは俺新喜劇の時の方が面白かった、あ板尾さんはね最高に僕は好きだったんで、今ちょっと俳優になっちゃったけど、うん、うん、あのねなんかゴッツの時はちょっとシュールすぎるなって感じがして、あシュール、本当にシュールだったもんね、うん、うん、吉本新喜劇に出てくるこうなんかこう一青年みたいな感じで出てきて、うん、ちょっととぼけた感じの、うん、役を演じるのは結構面白かったんで、うん、うん、記憶があるんでそういう、うん、あれなんですけど、そのキムニーさん、キムニーも出てて、あキムニーも結構いい味出してて面白かったんだけど、なんかで結構すごいメンバーだったねその時。キムニーに関しても僕も持ってたんで、あのそんなに面白いかなと思ってて、キムニーさんのことを、うん、そしたら周りの友達がキムニーすごい面白いよねってすごいってて、周りの友達えそんなに面白いかって僕は思ってたけど、うん、新喜劇の時から見てたから、うん、やっぱあの今で言うと新喜劇ってすごいベタな空間にあのメンバー、ゴッツのメンバーがいたっていうのは結構それがかなり変化球で面白かったんだけどね、うんうんうん、